行に出てきました。ここを昔の人たちが通って芦ノ湖の適所まで行ったと思うと、歴史を感じながら今回は芦ノ湖の釣りをしたいと思います。車で早くのポイントに入ることを考えて通り過ごしてきたんですけど、この山を越えてその向こうに芦ノ湖があります。途中お玉ヶ池などあるそうです。箱根の山は天下の剣の箱根七里です。天狗などのもののけの雰囲気を感じながらきっと歩いたんでしょうね。もちろん街灯も何もありません。今もう朝6時近いんですけど、まだ暗いですね。これから雨が降るそうです。箱根は割と悪天候多いんですけど、こんなにお賽銭がたくさんある石碑は初めて見ました。なんか1円玉だけど綺麗ですね。100円玉だとか50円玉もあります。白水坂と呼べます。他に何か読み方があるのかもしれませんね。よく見るとこれ外国のお金です。昔魚が釣れますようにってお参りしたことあるんですけど、魚が釣れますようによりもやっぱり世界平和かしら。江戸時代初期の石畳の説明がありました。一つ一つに歴史を感じます。芦ノ湖に向かう旧街道の石畳です。海の釣りの雰囲気をどうぞ。雨の時はこんな感じなんですよ。こういうゴアテックス防水の素材に、今日は厳しいかなと思って私の好きな勝負服を着てきました。